ルチョ、アザッス、ウータ、バンちゃん、ウィナーズ。はい、本日のゲストはバンダ先生です。お願いします。お願いします。本日の企画は、はい、バンド選手の全盛期をウイレのエディットで再現してみた。よし、なるほど、やってみよう。エディットっていう機能がありまして、うん、はいはいはい、まあやっぱり顔だったりとか、はい、スピード、スキルっていうところも、うん、こう自分たちで達成できるので、なるほど、まあ、それをこうバンドさんとちょっと相談しながら全盛期のこんな感じだったよなとか、あんな感じだったよなっていうところをちょっとこう一緒にね、一緒に作っていきたいんですよ。うん、何が全盛期かっていうのが難しいなと思って。そうなんです。2006年ね、代表に入った時がもし全盛期かもしれへんし、はい、まあ、その2004年に、まあ、17点取った時が全盛期かもしれへんし、うん、まあ、でも、でも、まあ、でも自分のそのそね、うん、一番 これはこの時がマックスやったんかも含めて、はい、なんかええ感じで作っていけばいい。ええ感じでマックスにして、ええ感じでマックスにして。それでは早速、はい、企画に移りましょう。オッケー。それではいきまーす。シーザー、すごいしさっす。すげえしさっす。はい、それでは、まずちょっと顔とかを作ったんですけど、はい、うん、ちょっとこれって結構時間かかるので、なるほどなるほど、ちょっとアダッツに一旦作ってもらったんで、うん、ちょっと一旦見てほしいんですよ。マスクやりそう。おおお顔なんかもう顔たちはどうすか。顔はちょっとこんな濃いかも。結構ごつめやんか。なあ、いやー、目がちゃうんちゃう。目ですね。あとバンドさん二重なんです。俺ね、今最近二重になってる。そうですか。浴場編って目の手術したら、なんかずっとこうやって目こうやって上げてたら二重になって思ってしてないか。そう、そう、だから現役時代は全盛期は一重やから。俺目の色ちょっとな、もうちょっと茶色いね、これ。その左、うん、それがじゃ目の色が全然違うわ。デブ広い。デブ広い、確かに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 、俺こんなデブ広いじゃない。え、それでちょっと髪色も変えてみる。あ、確かに。え、そしたらめっちゃ元気の時の。もう引かん。これだ、これだ、お前。ちょっとなんか、なんだろう。シャープ変。こんな感じで。いやいや、こんなんじゃない。刈り上げもちょっと変えられるんですけど。あ、待って待って。いやいや、おかしい。おかしいやん。こんぐらいですか。こんぐらい。こんぐらいでいいんじゃん。あ、はい。総合的にこれ顔、バンドさん的に何点ぐらいですか。顔、はい、顔ね、まあ、まあ、65ぐらいです。あ、じゃあ次、能力値。能力いこう。能力大事よ。能力いこう。ここが一番大事ですか。そうね、72。今72最初なんで、ね、ここからっすよ。オフェンス、まあ一応ね、センスか。本当ですか。センス80。80までいっちゃう？いいんじゃないですか。いっていいっすよ。85？ はい。まあちょっとやっぱレベル上がるんですよ、85までいったら。なるほど。もっといいんじゃない？もうちょい。87とか。そんなんある？はい。87点取ってるからね。で、ボールコントロール、これはね、やっぱ平均より、ね、低いと自分では思うんやけど。そうなんだ。やっぱワンタッチゴール、うん、はい、確かにそのイメージはめちゃくちゃ。特になんか西野監督と一緒にやった時は、はい、タッチが増えるほどプレーが悪くなると、はい、バンドさんにバンドさんに言われたんですよ。だからタッチを少なめにしろって、なるほど、いう感じでワンタッチツータッチの、はい、まあ、例えばね、トラップしてすぐパス出すとかやったから、うん、はい、コントロールはあんまり得意じゃない。なるほど。とはいえ全盛期なんで、そうなんです、まあ、75ぐらいにして。でもワンタッチシュートはボールコントロールですからね、やっぱり。お、そういうことですか。確かに、確かにね、そう言われてみると。そうなの。77ぐらい。そうだね。持っていいっすよ。持っていいっすよ。次どんどん行ったらドリブルやりましょう。ドリブルはドリブルはしたことないからな。ボール持ったら、はい、何したいか分からない。山の行き場シーザーと一緒にやる。これはドリブルはもう本当に、まあ、70ちょっと上にするとしたら、はいはい、72ぐらいかな。分かりました。でもボールキープ、ボールキープ、うん、そんな得意じゃないな。 あんまり背負っていけるってことは、背負うぐらいはいいんやけど、はい、じゃあその背負って、はい、その後キープするっていうのって結構難しいから。そうですね、まあ75ぐらいかな、イメージね、まずね、まずね、はいはい、グラウンドパス、
グラウンダーパス。すごいピンポイント。インサイドとかピンポイント。あ、そうそうそう。パスもな、あんな好きじゃないからな。普通に悪くないから、まあ76ぐらいかな。うん。でもフライパス。ロングパスってことかね。そうそうそう。浮き球のパス。なるほど。こんなパス出したことないな。まだ78とか。うん、次っすよ。いや、これです。これが、これは、95でいいんじゃないですか。もうバシッといっちゃってくださいよ。なんぼとしては100とかいきたいので。まあ、J1 で87点。いや、間違いないですね。取ってきた日としては。いや、えぐいっすよ。まあ、100点は取れへんかったけど、はい、まあ、2、3入れたら100点は取ってるから、90ぐらいいってもいいですね。いや、全然、もっといけますよ。で、途中交代で出場されて、ハットトリックとか。そうっすよ。全然いいです、もっと上げて。途中交代で、最多ゴール記録持ってますから、ね、スーパーサンド、90… いや2、3やな2、3やな3で行きましょう。次も、いや、これは、僕が一番バンドさんのイメージがあります。まあ、そうや、ちっこいね。170とか170ちょっとぐらいやから、うん、はい、点は結構取ってきてるから。そうですよね。多分2割、3割ぐらい、もしかしたら20点ぐらいは取ってるかもしれんから、うん、6ぐらいは取ってるかもしれん。でもあれ、プレースキック、これフリーキックです。なるほど。蹴ったことないな。65ぐらい。60ぐらい。なるほど。じゃあカーブいきましょう。カーブ、でもカーブはシュートの時結構キュッてやるから。そうですよね。80台もしかしたら行ってもええかもしれない。はいはい、82、3、4ぐらい。4やとこか。行きましょう。スピード、スピードまあないことはない。いや絶対に、うん、グッというこの全盛期の時は、うん、早かったから、まあまあ、うんうんうん、そのイメージで晩年やってたら、はい、スルーパス来ても全然追いつかない。早いですもんね。これはだから90は行きたいな。これ90はまず行きたい。95行きたい。行きましょうか。キック力ですね。キック力、うん、これなあんまないね。あ、そうなんですね。80行ってるか行ってないかぐらいの感じなんやと思うんだよな。ちょっとまあまああんね。なるほど。そうですよね。フェリングで取れてますもんね。そうやね。そうっすよ。うん。ジャンプはまあまああんねん。88ぐらい。行きましょう。もう、縮込みですね。84ぐらいは。4。いや、4。いや、5は。いこか。5いこか。5。5いこか。あ、ボディコントロール。これはいいんじゃないですか。俺、全盛期ボディコントロールめっちゃ良かったと思うね。92ぐらいは行きたいな。スタミナっすよ。これどうなんすか。最後、晩年はスタミナ30ぐらいしかない。もう全盛期、これはやっぱ試合にもずっと出てて、うん、まあ、90分ね、もうやってたから。そうそう、80はまあ、うん、まずな、絶対ありますよ、ね、うん、一番やもんね、それやったら80、やっぱ7、8ぐらいあるんかな。88いきますか。ディフェンスですか。そうです。そういうこと。どうですか、ディフェンス。全然ディフェンスやらんかったな。ボールダッシュとかかる、うん、あ、これはね、はい、案外ボールダッシュするんだよ。あ、そうなんですね。もうじゃあこの80ぐらいはあると思う。80、うん、ボールダッシュ、アグレッシブ、これはあるんじゃないですか。いや、これはもうほんまもうマックスやと思う。マックス、待って、99、はい、行きましょう。行きましょう。で、これゴールキーパー、これは分かんないです、バンさんしか。これ言っとくと、はいはい、サッカー始めた時、はい、キーパーもやりましたから。あー、なるほど。自信あるんですか。自信ある。ただ、はい、顔面にシュートを受けて、はい、鼻血が出て、はい、やめました。キャッチング。でも鼻に当たって鼻血出るぐらいですからね。キャッチングはどうですか。どっちボールの結構得意やった。あ、そうなんだ。大丈夫です。めっちゃなんか取りそう。クリアリング。これも結構得意やね。クリア、バーンってクリアするから、うん、これも70はいくな。70はいくね。コラプシング、初めて聞いたな。これはキーパーのこの弾く、あー、パンチングね。パンチングする、はい、ヘディングも一緒やん。そうだ、ね、ボールをどこで捉えるかっていうこと。これ70は絶対ある。70は絶対ある。リフレクティング。70
2倍くらい逆出し頻度です。頻度これ何がマックスの1これ4 4、はい、1やわ。1、うん、1。じゃその精度はいかほどだったんですか。いやでも2やな。あ、2なんですね。いや2やな。え、3です。最下位ワンタッチで左足とかさ、頻度は少なくても精度は高い。そうっす、うん、だコンディションですよ。だマックス何本。8です。8コンディションは。でも最盛期は7ぐらいはあったんじゃないかな。現役の時なんか、うん、こうコンディション整えるために何かやったとかあるんですか。ひたすらね、なんていうの、同じリズムの生活じゃないけど、はい、っていうのはやってた、ね、あ、やってたんですね。やってた、やってた、まあ、1時間前ぐらいに練習場行って、うん、はい、まあ、ストレッチから、まあ、何からどういう風に、うん、あのアップして、はい、で練習終わったらその時に自分がもっとやりたいなと思ったらトレーニングしてたし、うんうんうん、ちょっと疲れてるなと思ったら体のケアしてたね、はいはい、マッサージとか、うん、マックスでいいじゃん。いやいや、マックスはないわ。7でもじゃあ7です。7でしょ、7でしょ、7でしょ、うん、じゃあそう、怪我です。マックス3。マックス3です。少ない方やと思う、はい、少ない方、うん、3ぐらいですか、うん、もうピンピンやったから。ピンピンしてたから。そうですか。ピンピンしてたから。じゃあもうね、3でいきましょうか、うん、もうピンピンしてたよ。 OK です。じゃあ人通り能力が終わったんで、これ多分バツ戻ると総合値バンって出るんで、うん、なるほど。でボール機ももうちょっと高いかもしれないな。そうですね、もうちょっとやってたかもしれない。78、9ぐらいまでできたよ、うん、まあバスも別に悪くなかったから、もうちょっと高くてもいいかもしれないな。なるほど。うん、これうん、80ぐらいね。フライパスも、うん、パスも、うん、決定力ももう、決定力95でいいと思う。95、はい、あ、そう、確かにこれ青になったらちょっと違うな。でヘディングも88ぐらい。いや、そんなない。あ、88でしょうか。あ、そうそうそう。まあ、このやっぱあれにしてはいいもんな。プレスキックも蹴ってないだけで、蹴ったらいけるかもしれない。10上げてみましょう。70。うん、カーブももうちょい86ぐらいで2つぐらいは当ててきます。あ、そう、はい、そんな、はい、でスピードも結構ピンピンの時なんで90ぐらいでいっちゃいましょう。ピンピンやからな。そうですね、確かにキック力、まあ、まあ、でもまあキック力はそんなないか。83、はい、うん、まあじゃあこれはいいですね。まあフィジカル、87ぐらいでいいかな、はい、うん、ボディコントロール、まあ、ボディコントロールは、うん、まあ1上げとくんじゃない、1上げとくんじゃない。センスは、まあセンスはないわけじゃないから、はいはい、77ぐらいまでは上げてくれる。そうですね、うん、はい、いや、はい、チキンドも別にワンタッチなんで、うん、1って本当に使わない人じゃないですか。なるほどね。じゃあ2以上か。2、全然違うんです。じゃあ人通りバーっと、そうですね、数字がこんな感じになりましたんで、はいはいはい、総合値見てみましょう。はい、ね、これいいんじゃないですか。結構高いんじゃないですか。相当めっちゃいいんじゃないですか。じゃあ行くぜ。はい、 OK。 はい、これはちょっとやりすぎた。年齢41で絶対使いたい。なあ、スタメンですよ。いやでもやりそうやな。ちょっとでもこれぐらいでね、はい、なんか使ってほしい。いや本当に使ってみたいですよね。感じるんですね、はい、無事能力が終わりまして、はい、バンドリュウジさん在任政権94で決定しました。いやー、おめでとうございます。これね、はい、まあ、俺もまあそうやけど、はい、もう横からもう全盛期はこんなもんじゃないですよ。乗せられて乗せられてあるこれ、ね、あります、あるか、あるか、全然あります。で今ですね、J アイコニックモーメントシリーズっていって、はい、日本人の、選手たちが、特別なガチャで、登場しております。香川さんだったり、佐藤久人さんだったり、はいはい、もう名だたる、日本の、はい、人の選手たちが登場しておりますのでね。なるほどね。香川真司、はい、佐藤久人、はい、これはもうアンドリージュないとね。そうですね。コナンさんお願いします。ぜひお願いします。ということで、坂東さん、はい、お忙しい中、ご出演してくださり、ありがとうございました。ありがとうございました。本日ご出演してくださった、はい、坂東さんの YouTube チャンネルの URL を概要欄に記載しておりますので、はい、この動画の後はチェックしていきましょう。お願いします。ということで、本日の動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。ますそれでは、次の動画でお会いしましょう。せーの、ウィナー。
まみ。